どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、アーカイブアップロードのシェアをさせていただきたいと思います。アーカイブアップロードというのは一体何かというと、以前ガズレレ YouTube で取り上げたガズレレレッスン動画を今このタイミングでもう一回やろうよということでシェアさせていただきたいと思います。今回はなんと昨日誕生日を迎えられたという氷室京介さん率いるボーイの曲ドンビーブー、こちらの曲ウクレレでやるとものすごいこう疾走感を味わえて最高なんです。実はね、あのガズクラブというところで毎朝私がね朝7時からラジオ放送ガズラジやってるんですけど、今日この曲演奏したらもうなんかすごいテンション高くなっちゃって、あ、これは今日これみんなにこうしてもう一回紹介したいと思って、今日はビーブルーレッスン動画公開しますよ。ウクレレできるかな、やってみたいなと思った方できます。このね、今からここにリンクあるんですけど、ここに行って動画の通りにやってたらあっという間ですね。そんな方ぜひともここから始めてみてくださいね。はい、それではボーイのビーブルーレッスン動画どうぞ。今回のテーマ曲は日本のロックを、ある一個のロックの形を作って、もうすごいバンドボーイのビーブルー、こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョン、後半はですねこれが結構かっこいい疾走感満載で、ちょっとねいろいろこうテクニックも入りつつ、これはなかなか深いですよ。2バージョンやります。最後までご覧になってください。それでは行きましょう。ボーイのビーブルー、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。乾杯シンプル簡単バージョンの方からやってみました。今のはですね、一番をずっと最後にやって、最後の最後ちょっと再エンディングっぽくしたっていう感じのオリジナルショートカットバージョンでございまして、2番をカットしてますけど、2番をやりたい方、コードを書き足して2番の歌詞を書き足すとオリジナルの楽譜が作成できますので、書いててやってみてください。で、今動画と一緒にガズレレショートカットバージョンでできた方、一緒にできた方も、やっぱりね、ある程度練習したら今度自分で紙に書いて自分だけの演奏でやってみるのをおすすめします。その時の参考にのなるために私のノートを写すんですけど、今日はですね、なんと皆さん、じゃあ2枚に渡っております。2枚みっちりですよ、みっちり。これはですね、やっぱね、ワンブロック早くロックなんで、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ずいずい進むからね、これだけやっても2分ちょっとなんですよね。はい。で、まぁ、ちょっと、ゆっくり移していくんですけど、いつものことなんですけど、上に、なんかね、上に書いてある段のやつはシンプル簡単バージョン、下にね、こんな感じで、
くるっと囲ってあるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードということを覚えておいてください。はい、じゃああとこれはね写しとくんで一時停止してメモってもらいたいんですけど、ちょっと分かりにくいということは動画に出てる字幕をね一時停止して書いていくのがいいと思います。はい、なんかねこの辺もここにも書いてあるね G のフレーズとか書いてありますけど、はい、じゃあここから一時停止、はい、ですか。まずこのサビ 1ぐらいまでいけるかな、このぐらいな。はい、コード進行はシンプルなんですけど、はいはい、じゃあ次の箇所、はい、ここは一応2番ですね。はい、2番というか3番4番という表記になってるのか、3番4番、はい。で、この絵も後で解説しますけどね。はい、じゃあこれ、こっちに入って、後半に入ってきました。はい、2回目に出てくるサビですね、これがね。はい。で、ここ。はい、ここラストというかね。On the wing with broken heart の最後と。ここも下の方に、こう、くるっと囲ってるやつ、後半のかっこいいバージョンではこれ弾きますということでございます。はい。でね、これ、エンディングっていうか最後のとこなんですけど、ここなんですけど、シンプル簡単バージョンは Dm F やって伸ばしてね、C で終わったんですけど、かっこいいバージョンはもうちょっとこのコード、最後にこの中、すごいコードをつけて終わろうと思います。これが今やったガズレレ流、シンプル簡単バージョンということになっております。まずはですね、初心者さん向けシンプル簡単バージョン、コードを解説しましょう。はい、出てくるコードはこちらになります。はい、この赤く囲っているとこですね。C と Am と F と、Dm、C7、G7、Em7。はい。この7個のコードで今のシンプル簡単バージョンをやってみました。この7つのコードなんですけど、これ7個もあるのかと思うかもしれませんけど、これ入門コードのグループで、はい、いつも出てくるやつ。ドン!これです。ガズレレ必須コードというグループのメンバーでございます。私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入ってこれを覚えやすい動画を撮ってます。ここにリンク貼ってみます。この動画見たらね、楽しく覚えられます。必須ですから、覚えておいてください。はい、じゃあこっから、かっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、かっこいいバージョン、これね、相当山盛りです。相当山盛り。これはね、かなり深いです。まあまあ、順を追って解説しますけど、出てくるコードがまた増えますね。ちょっとね、これ見てもらって、青で囲ってるやつがかっこいいバージョンで出てくるコードで、まずね、G というコード、ちょっと久しぶりに出ます。G っていうコードがですね、このガズレレではね、だいたい G7 という風に置き換えちゃうんですけど、ちょっと一箇所二箇所。どうしてもこの響きがいいっていうのがあるんで、この G というコードをちょっと一応おさらいしておきましょう。G というのを押さえましょう。ここと、ここと、ここなんですね。G7 がここと、ここと、ここだから、この部分がこっちに出っ張ったっていうふうに覚えるといいのかもしれない。こういう感じでやるんですけど、どうやって押さえるかっていうと、人差し指がここがいいと思う。で、中指が1弦。で、薬指がこれで、これが G がいいかなということですね。あともう一個の押さえ方としては、こう人差し指でこの3つビシッと押さえて、こう上ちょいと立てる。これも G と。はい。まあどっちでもいいですけど、今から覚える方はこっちの方がいいんじゃないかなというふうにガズは思いますけど、まあまあ、いや、押さえやすい方でいいです。これを使って後で解説しますけど、フレーズ出てきますんで、これ G 覚えておいてください。はい、それ次ですね。次がね、これがまたちょっと厄介なコードで、C、シャープ、AU、小文字で AUG って書いてある C、シャープ、オーギュメントと。読むんですけど、これちょっとこのねダイアグラム貼っときますけど、押さえる場所解説します。まずねこれね、まず押さえる場所、こことこことここなの。はい、これはどうしようかって感じでしょ。でガズはですね、実はですね、こうやって押さえてこうやって押さえちゃうんですよね。でこれポイントがあって、これ1弦のところはこう浮かんでんのよ、ここ1弦は。はい、だからこれはね、相当これがギューって反らないとなんで、かなりこれはね、難易度が高いというか、だからこれはね、これでもいいですよ。これでも。わかる?こう、こうって押さえて、あれだ?こう、こうか。こうか。はい。はい。とにかくここがちょっと狭いんですよ。ここ二つと、この上一個だから、こうかな。ほんとこう。はい。このぐらいギューっと反らすことができる人はこれがいいんです。これね。これ一弦がこう、ちょっとでも触れちゃうと、プツプツいっちゃうから、綺麗に鳴らしたいんですけど、はい。まあまあ、これがちょっとね、響きが。これかな?これかな?こう、こう、こうかな?まあまあ、ちょっといろいろ工夫してやってみてください。とにかく押さえる場所としては、ここと、ここと、ここね。はい。これが、C シャープ AUG オーギュメントということです。はい。でね、あとはですね、まあ、一番最後のエンディングで出てくるところなんですけど、このね、
G シャープ欲しい、A シャープ欲しいっていう、この最後の最後本当にやろうと思うんですけど、本当にこれはね、まあまあまあ、おまけみたいなもんですけど、ちょっとこれもね、よくガズレレで出てくるんで、見ておいてください。これはね、G ってさっきやったでしょ。それ、この形のまま、一個ずれたんですよ。G シャープ欲しいって。シャープだから一個こっちにずれた。ちょっとやってみようか。さっき G って覚えてるから、こことこことここだったでしょ。こう、こんな風にして G ってやりました。はい。これをこのまま形のまま、一個こっちにずらします。こうです。はい。つまり、この 1,2,3 フレットでこの G の形を組むと。そうすると、4弦は弾いていいですよ、開放弦。ああ、いい響き、いい響き。これが G シャープ押しで、この形そのままにしといて、このまんま、あと2個こっちにずらします。1個、2個。U は5フレットの、5フレットのところでこの形を組むと。そうすると、A シャープ押し。この G シャープ押しと A シャープ押しを、最後のエンディングでこう使っていこうということなんですけど、あともう1個、これ。A シャープ。これはよく出てくるけど、ちょっと初心者の方が引っかかるコード有名な A シャープですけど、これも一応解説しとくと、ここ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 を押さえます。さっきみたいにこう、ぎゅっとこう反らす、この2個一緒に押さえたいんですね、これ。ちょいちょいと立てて、A シャープ。はい。慣れてる人はこう、ぎゅっと1フレット全部制覇して、これでもいいと思います。はい。この A シャープと G シャープ星と A シャープ星を使って、最後エンディングなんですけど、ちょっとやってみましょうかね。1、2、3、4。A シャープ笑ってよ To the boys and girls G シャープ星から A シャープ星に行って終わろうかなと。最後の最後で A シャープと G シャープ星と A シャープ星出てくる。この辺、本当のエンディングのエンディングでダダダダとこう難しいこと出てくるというふうに、かっこいいバージョンではまあアレンジになってるんですけど、まあ最後、最初やったらかっこいい、シンプル簡単バージョンのエンディングでもまあ十分だと思いますけど、こっちの方がやっぱりあのディテールとしてはかっこいいかなという感じで、あの G シャープ、あ、A シャープから G シャープ星、A シャープ星。はい、この辺のコード感お楽しみください。そして、ね、リズムの解説に行きます。この曲はやっぱりロックなんで、この疾走感が気持ちがいいんですけど、ガズレレ的にはやっぱ8ビートのチャでやろうと思いますが、雰囲気としては疾走ビートっていう風にガズレレで言ってるビートがあるんです。その感じに近いです。ドンダトス、ドンダトス、ドンダトス。後ろのね、チャのところにすごくこうアクセントが来る。もうドラムでドッタス、ドッタス、ドッタス。この、なんというか、この疾走感、ドーッと突き進む。それがもうロックの醍醐味ですからね。やっぱパワーと疾走感。これを右手の8ビートで表現したいと思います。こんな感じですね。バイク風にかき消されて、かき氷声も聞こえない。ドンタトスタタカドンタトスタタ。この感じでございます。ちょっと普段よりこう、なんていうの？かっちりしたっていうか、こう、力強い感じがね。ソリッドな感じでかっこいいな響きが。はい。そんな感じの8ビートのチャでやってみようと思います。8ビートのチャの弾き方、このリンク行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャというリズムを、やってもらいたいんですけど、あ、そうだ。8ビートのチャと、あとね、疾走ビートっていうのも参考になると思います。8ビートのチャと疾走ビートが混ざってるっていうね、イメージするといいと思うんですけど、まあ、まずは8ビートのチャ。これが基本になります。で、8ビートのチャっていうのは、その、もっと基本になる8ビートというリズムがありまして、その8ビートができ来た上でやります。ちょっと差をやりますと、普通の8ビートはこうです。8ビートのチャは、チャが入るだけでこうドラムのパーカッションみたいな感じで、さらにこうノリがいいリズムになるということで、8ビートから8ビートのチャ練習してみてください。そしてこの曲はですね、2ポイント。英語で言っちゃったけど、2つのポイントがあります。これまず最初はですね、ちょっとこれ聞いててね。このフレーズ、イントロで入っていくんですよ。でね、最初ね、ドラムから入るの、この曲。それも再現しようと思って言ってます。カッティングで手を押さえといて、ドッタツ、ドッタツ、ドッタタトコタカ、こんな感じをこうやって表現して、もしこれ難しくて、タン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 でもいいと思うんだけれども、これカッティングっつってて、これ、ね、これ、触れてるだけですよ。押さえちゃうと、音出ちゃうからね、触れるだけ。で、カチャッと言わせる。そこで、打楽器としてこれを唱えちゃう。カッティングっていうのも、ね、さっきのリズムいろいろのところにカッティングっていうのあるんで、ここま触れるだけですけど、それをリズムをやってからこのフレーズを入れたいんですけど、ちょっとね、デモ演奏してます。これ難しいです。ワン、ツー、スリー、フォー。2ブロック目。はい、3ブロック目。ドン、タン、トゥク。次でフレーズ入ります。ほい。はい。こっから、湧いた風に入ります。これ難しいよ。
はい、これまたこの最後フレーズ最後のところで乾いたって言葉も入るわけですから、でで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 乾いた、はあ、これはねもうたっぷり難しいですけど、これはタブーというところで解説したいと思います。はい、ここにどっかに今出しますけれども、これ見ながらやっていきましょう。はい、タブフね、これタブフっていう楽譜なんですけど、これの読み方わかんない人、はい、この辺リンク貼っておきます。タブ、これ読めておいた方がいいですよ。メロディー弾くときにはもう欠かせない。じゃあやってみましょう。まず最初3弦の202やったら、次2弦の0、次3弦の2にまた戻って、今度また2弦の0101、はい、次2弦の313やって、次1弦の0235ですね。もう一回、3弦の202、2弦の0、3弦の2、次、2弦の01、01、3、1、3、1弦の0、2、3、5ですね。ちょっとゆっくりやってみましょう。せーの。はい。このぐらいのスピードでちょっと練習ですね。せーの。ねえ、で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 、た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 。はい。これを早くやるんですよ。怖い。むずい。こんな早くないけど。で、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 こういう風でもいいし、この速さだと2本使わないとかな。はい。まあ、ものによっても指1本でアップダウンでもいいかもしれない。はい。まあまあ、ちょっといろいろ試してみて。ガズはね、こういう感じで弾きますね。こう2本指でこう、パチパチ挟めるな。はい。これちょっと難しいかもね。ピックの方が、これギターやってる人はピックの方が簡単だと。指の方が難しいですね、早いの。はい。ちょっとこれゆっくりね。20202010131313035。はい。地道にやってみてください。こういうフレーズはね、もう忍耐力とこう慣れですから、はい。このタブ譜を見ながら、何回も何回もゆっくりやる。これがポイントでございます。はい。で、あとね、フレーズの中、さっき G のコードの解説したんですけど、ここです、やりたいのは。ちょっとね、聞いててね。湧いた風に吹き消されて、最後の声も聞こえない。歪んでくる道、次よ、色褪せて。これやりたいんですよ。これがかっこいいです。補填です、補填。布袋さんのこのフレーズ、てれれん、てんれんれん。これは、G をコード押さえといて、1弦2弦3、1弦2弦3なだけなんですよ。なので一応こう、タブ譜で出すとこんな感じになります。はい。ゆっくりやると、一回止めてから、1弦の2フレット、2弦の3フレット、3弦の2フレットですね。これを2回繰り返す。はい。これ流れの中でやるの難しいです。歪んでくる街並みも、言わせて、これ一瞬芸ですから、これ。これはかなりスピード。これはね、指担当性でいいと思う。1弦は中指、2弦は人差し指、3弦は親指。こんな感じですね。4弦は弾かないよ。はい。このフレーズがね、2箇所出てくるんですよ。これは A メロの今のところで、出てきます。A メロの1番と、つまり A メロの3番ということになるのが、ね、この紙で言うとですね。私の表記だと、これが A1 のここだ、このフレーズですね。G のフレーズ。はい。そして、この A メロの3番のここの G のフレーズって書いて、ここのとこです。はい。これがまた、これがね、イントロとこのフレーズがちょっと入るだけで、もうリズムはやっぱ崩したくないから、このドラムの疾走感は止めたくないわけですよ。リズム全体のね。なんで、ここら辺をこう、どうこういうふうにこうリズムに馴染ませていくかっていう感じなんですけど、そこはもう、まずはこう、体でリズムを感じながら、まあ、細かいところとその全体のリズムの大きいところが、こう、ガッと合わさる難しさなんですけど、ここ、楽しいところですんで、ぜひ、取り組んでみてください。はい。なかなか、この曲、大盛りなんですけど、とにかくやっぱロックの、こう、なんつうの、熱量高くいきたいですよね。はい。やってみましょう。ボーイの B ブルーガゼレレリューかっこいい場所、やってみる !1、2、3、4。Yeah, well,
ガズレレレかっこいいバージョンやってみました。ああこれはですね、なかなかにしてテンション高まります。あのね、やっぱりあのフレーズが入ると難しいっす。あのリズムがやっぱりこう安定させるのすごく難しい。しかも疾走感ね、勢いもつけたいわけですから、あのその辺のバランスが難しいです。これはですね、本当にもうさっとできる曲ではないと思います。もうずっとこう練習のアイテムとして日々の生活の中に取り入れていただいて、そういうこのノリを獲得していくっていう感じの練習方法がいいと思うんですけど、まさにお時間あるとき、毎日毎日積み重ねていくにはこれすごくいいテーマになる曲だと思いますんで、皆さんどんどんビーブルーやってみました。かっこいい。あのビートロックっていう言葉があったんですけど、それこそ本当にビートをビシビシ聞かせてですね、かっこよく決めたい曲でございます。さあ皆さん、この楽しさ周りの方にもぜひともお伝えください。ガズレレ YouTube チャンネルいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしていつもガズが使ってるこのガズのわがままウクレレですけど、今ね予約注文、受け付けております。皆さん、あの興味ある方、ガズレレ公式ホームページの方からちょっと行ってみてください。そして現在すで、にオーダーしてくださって入荷お待ちしてくださってる方、皆さんお待たせしております。今ベトナムで毎日毎日モジャ君はじめベトナムスタッフ一丸となって愛を込めて作っておりますので、もう少々お待ちくださいませ。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもあのご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、まあ、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納すると、もうねまあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはちょっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなと思う超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。